キチャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ、ね、佐々木チャンネルで何回も言ってますけど、はい、ね、ロッテ の、うん、あの本社の人と食事には行ったけど、はい、佐々木は監督にはなりませんよって。ねえ、そうですよね。だって、思うに、うん、12月に里崎ライブの予定が入ってるわけですよ。でも12月オフだもん。あ、監督もオフですか？オフだよ。ライブしていいんですか？だって関係ないじゃん。だってテレビ出てる人だっていいんだから、新庄さんみたいに。あ、そっか。シーズン中もテレビ出てんだから。そっか。あ、じゃあ里崎ライブは監督ってなってもなりましたってライブ出ていいのか。うん、だって関係ないじゃん。あ、そっか。私はまあまあライブあるし、うん、ないだろうなと思ってましたけど。いや、そんな全然コーチになってもライブとかできるから。おー、そうなんですか。だってオフだもん。これ2月とかだったらできないよ。そうです、ね、でも多分なったらキャンセルすると思うよ。あー、だからないって言ったじゃん、はい、吉井さんで。そうですね、うん、吉井さんちょっとでも行くんだね、 WBC のコーチ行くって書いてたね。あー、そうですか。でも2月中旬からキャンプ入るから、はい、うん、2月中旬から約1ヶ月チーム開けて余裕あるね、はい、うん、そうですね。しかも新任なのにね、うん、そこら辺はすごいなと思った、うん。オープン戦とかキャンプ終盤とか何も見てないんでしょ、はい、チームのこと、うん、だからどういう開幕戦を迎えるのか正直今から楽しみなんだけど、まあ、そうですね、うん、まあ、代表に佐々木朗希投手とかも行くし、うんうん、であとまだ発表されてないけど、はい、あの楽天のコーチを三山さんがコーチ責任を取って辞任しますって辞めたのね、はい、チームを改革できなくてみたいな、バッテリーをみたいな辞めますって言って辞めたんだけど、はい、完全ロッテバッテリーコーチで来るなっていう。あ、そうですか。吉井さんと近鉄時代、はい、バッテリ ー、 あの盟友だから、はい、あ、じゃあ入ってくる感じで。基本コーチは自分から辞めるって言った人は次決まってる人だからね。まあそうですね。俺の経験上、はい、だからここはでバッテリー空いてるから、うん、清水正臣さんと的場が辞めたから、はい、だから多分そこにね収まってくるんちゃうか。おー、でも俺、まあ、これはどうか分かんないよ、どうなるか、はい、俺、ま、何も決まってない状態で、はい、今俺は勝手に喋ってるだけだから、うん、でも俺は、まあ、時はありますよね、うん、でも俺はもう次決まってる人は、はい、次決まってるから辞めますって言いやいいのにと思ってるのよ。別に三山さんじゃなくて、もう他の今までいろんなコーチの人いたけど、うん、もうそんなもうバレバレなのよ、はい、みんな。あとは今回まあ三山さんがねロッテのコーチにならないかもしれないよ、はい、これ分かんないからね、うん、でももしその今までもそうだけど、あの人あそこ行くからなみたいな感じでなんか責任取ってやめますみたいなことを言う人いるんだけど、はい、あの俺はもうなんとかさんとはもう盟友でとか、はい、お世話になっててとか先輩後輩でみたいな、うん、本当に、その自分もいるね、うん、球団関係者の皆さん、監督なんとかさん、ファンの皆さんを裏切ることになって、うん、あの大変申し訳ないんですけども、やっぱりなんとか男にしてやりたいと思って、うん、一緒にそのあのコーチとしてつくことを苦渋の決断だったんですけど、そっちを優先してしまって申し訳ないですけど、あの辞めさせていただきますのが良くない。あ、まあ、そういう理由があるんだったら別に聞いてて嫌じゃないですよ。嫌じゃないじゃんね、うんうん、で別にそれでだってやってあげなって思うじゃんね、はい、それだったらね、うん、だから俺はもうそのこれからもそうだけど、うん、もう次決まってる人は、はい、もうそれで俺はいいんちゃうかって思うのよ、うん、別に聞いてて俺は別に嫌な感じしないけどね。まあそうですね、なんか普通になんとかって言ってそっち入ったらだからやめるんかいみたいな感じになるじゃん。まあ蓋開けてみたらやっぱそういうことだったんだみたいな感じで、ね、だから俺は別にそれを正直に、うん、まあどうなるか分かんないよ、三山さんの話は分かんないけども、はい、まあ、もし今後そういうことがあった場合は、はい、俺はまあそうやって言ってもいいんちゃうかって思うのよ。まあ、なんか関係性があるところに行くんだったらそういう言い方してもいいかなとはね、うん、だからまあ、本当に責任取ってやめて、はい、来年どこのコーチもやらないだったら、うん、そういう言い方でもね、はい、まあ、別にそれが正直な気持ちだからね。でその後にオファーいただくかもしれないじゃないですか、うん、そう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 、うん、でも大体俺の今までの経験上その後でオファーはほぼほぼないよ。そうですか、うん、決まってからやめますか。、はい、そんな今外もすごいからね、はい、ってなった時によ、うん、最近この俺の SNS 上も面白いやん、はい、俺はもう高みの金物だから、はい、みんなどんな意見してんのよ、佐々木がいいっていう人もいれば、佐々木が絶対ダメや、あいつはダメやとかっていう人もいるし、うん、まあ、佐藤さんネット見るの好きですからね。ってなった時に、はい、あれ見てて、うん、まあ、俺の感想っていうか想像だから、はい、事実に基づいてないかも分かんないけど、うん、俺はファンだったことないから分かんないけど、ファンの人って、うん、いつからファンになったかでヒエラルキーのプライドのぶつかり合いの罵り合いをしてんちゃうかと思って、そんなことしてます？いやだから、うん、やっぱりそのじゃあロッテで言うとね、はい、やっぱりその昔子さんのだからもしは千葉に移転した時から、うん、もしくはボビーの第一次政権からもしくは2000年からとかのファンの人たちっていうのはやっぱり2005年のメンバーを美化するわけよね、うんうん、
福浦さんとか俺もそう、サブローとかね、はい、そういったところが、あの後々は首脳陣になってほしいみたいなね、うん、あの時のメンバーでみたいな言うわけだけども、やっぱ最近ファンになった人たちっていうのは、はい、2010年のことも知らなかったりするから、うんうん、昔のこと分かんないじゃんね、はい、昔のこと分かんないから俺のこととかも知らないわけよ、うん、プレイしてるとことか、はい、その時熱くないから、そんな昔のことを、うん、そのなんか ありがたがってとか、うん、なんか崇拝して言われても分かんないじゃんね、うんはい、ってなった時に、え、あの時のあれ知らないのみたいな感じになったら、それイラッとするじゃん、うん、ってなった時に、新しいメンバーは、はい、そこの時代のことを美化して言う人たちがあんまり好きじゃないんちゃうかと思ってで、もう絶対全員反対みたいな、はい、あ、でもで全くもうそれだったら他から誰か連れてきたり、はい、もう歴史に全くない、はい、自分たちの歴史作り上げていきたいから新しい人でいいみたいな、はい、ので、うん、別れたりしてるんですかっていう、はい、だから俺が見てると、はい、だからちょっとそういういざこざが、うん、あるのよあるのよあるのよってなった時に、うんうん、まあ、純粋に俺のことを好きじゃないっていう人もいるだろうし、はい、うん、純粋に俺のことを好きだっていう人もいるだろうしね、うんうん、だってよくさ、はい、にわかのくせにとかって、はい、なんかよくこれはサッカーでもそうだし、うんうん、カープ女子とかあった時もそうだけど、はい、私たちは昔からずっと弱い時から応援しててみたいな、はい、そのなんかこの序列、うん、みたいなのがにわかだからみたいな、はい、あんのかなっていう、どうなんでしょう。でも私は新参者のファンの、まあ、そういう人いるわけですよね、うん、新参者ファンの気持ちはすっごいよくわかるんですよね。知らないのみたいな、あの時のあれ知らないのみたいなって言われると、私もここプロ野球言うて10年ぐらいしか見てないんですよ、うんうん、そうなると実際に見てなかったことってたくさんあって、うんうん、今 OB の方から聞くお話とかも全部こうなんか新鮮で新しくて、うんうん、へえそうだったんですかってなるんですよ。だから過去のことってすごい勉強で、そういうことがあったんだなってこう辿っていくんですけど、でも見てたわけじゃないので、うん、全部は知らないんですよ、うんうん、だけどそのまあ 前から見てた方からすると、えっそれも知らないのって言われることもあるんですよ、うん、だから楽天だったら2005年のその分裂からの新チーム発足のあの時は大変だったよね、100敗するかと思ってみたいな、あそこからみたいな、うん、だってあれでしょ、マー君来てからのファンなんでしょみたいな、はい、あの時の私たちの苦しみとか分かんないわけでしょみたいな、うんうん、とかなったりとか、はい、なんかそのヒエラルキー的なのでの問題だけで、俺をとかサブとかを福浦さんとかを題材に揉めてたりすんのかなと思ってネット上でそれどうなんやろなと思って。どうなんですかね、それは。12球団のファンの皆さんどうなんですか、やっぱりその、うん、そういうやっぱヒエラルキー問題とかで、はい、キーってなったりとか、うん、にわかのくせにとか、うん、もちろん全員が全員じゃないと思うけども、なんかあんのかなっていう。私はなんか楽天のこととかって言われたことはないですけど、でも昔から見てた方が新しい方に対して、え、知らないのとか、え、見てなかったんでしょっていうのはやっぱり新しい人からするとちょっとイラッとはくるんですよ、うんうん、でしかもそのね、うん、自分たちの時の時代のことを散々言われて、うん、あの時のって言っても、はい、こっちの人たちはその時の子に全く知らないから、そんな熱く言われてもみたいな、鬱陶しいなみたいな、はい、そんなのなんやねんみたいな、うんうん、新しいの新規よみたいな、はい、昔なんてロッテなんてもうクライマックスとプレーオフなかったら何十年も優勝してないのに、なんでそんなやつら美化されなきゃいけないんだみたいな、うんうん、そんな無理やろって言ってこっちだやろみたいなね、はい、のあんのよ。やっぱね、気持ち的にあると思いますよだからめっちゃ俺は関係ないから、はいはい、バッチバチやなと思ってそうなんだ。だからここにはどうなん、まあ、純粋に俺のこと好きとか嫌いとか、サブとか福浦さんのこと好き嫌いとかもあるだろうけど、うん、知ってる知らないもあるんちゃうかと思って。そうですね、うん、だ今の言えば小学生中学生とかって、うん、佐藤さんがプレーしてる時って本当多分まだめちゃくちゃちっちゃいじゃないですか、うん、だからもう見てないって人もいるけど、うん、でも次監督が誰になるかとか、うん、そういう話ってやっぱりファンだったら交わりたい、交わりたいけど、うん、昔のこと美化するじゃんね、うん、だからあの奥山さん、うん、そのロッテファン の、はい、あの女優さんの方で、はい、うん、あの人は2014年からロッテファンらしいんですよ。あ、じゃあ佐藤さん引退した年だ。そうそうそう、はい、だから俺のこと知らないんだよ、はい、俺は知ってるけど俺のプレー全く知らないんだ、うん、っていう人たちが、はい、そんな昔のこと美化されてあの時は良かったよねみたいな言われても入っていけないじゃん、うん、そうですね。それはそういう12球団のファンの皆さんそういうのあるんですかそういうなんかもうあの自分の思いとか自分のいい悪いとかっていう考えじゃなくて、うん、そういう背景でもう賛成反対みたいな、はい、でもなんか私からしたらあの知らなくても、まあ、過去も
まあ、ファンだったらどうだったんだろうってちょっと勉強というか、どうだったんだろうたどりはすると思うんですよ、うんうんうん、だから子さんファンも新参ファンも私としては仲良く知らなかったらあこうだったんだよって教えてほしいし、うん、新しい意見を取り入れつつ仲良くやってほしいです高松さん、はい、それがね、はい、うまくいかないんだよそうですかちょっとね、はい、これどうなのかっていうのが分かんないから、はい、ファンの皆さんコメント欄で斬新な意見でもいいので、はい、あの皆さんからのコメントお待ちしてます。球団によってもありそうじゃないですか、 なんかそうそうあると思うよ、はい、うん、だからね、うん、どこそこファンですみたいなね、うん、もう決めて、はい、あの皆さんの体験談とかね、はい、考え思い、うん、ちょっと僕はよく分かんないんでね、はい、ちょっとコメント欄でお待ちしてます。私はちょっと分かりますよ、はい、僕ちょっと一個気になったんですけど、うんうん、にわかって言葉はやめた方が良くないですか。あ、すごいわかる、それすっごいわかります。そうなの、はい、俺言われたことないからわかんないんだよね。いや、私もなんかにわかねとは言われないですけど、うん、でも、なんだろうな、なんか見てる間はの期間は、うん、の話に関してはにわかじゃないわけですよ、うん、でも見てなかった時代に関しては新参ファンにとったらそれは見てないから、うん、いくらこう歴史がどうあったって知っててもやっぱりにわかにはなるわけです、うん、選手全員把握はしきれてないし、うんうんうん、だけど子さんファンからしたらうわそれでにわかって言われると、うん、やっぱ新参ファンはちょっとイラッとしますよね。そうだ、にわかがやっぱりそうキーポイントだ。にわかだけであのマウント取っちゃうし、うん、なんかそう、うん、すごいわかるかもそれは。でもなんて言えばいいのじゃあ、にわかって使ったこともないし言われたこともないんだよね。なんかにわかって言葉のニュアンスは言わなくていい気がしますよね。なんかそれを言っちゃうと、うん、その新参者の方が意見が言いづらくなっちゃうんで、うん、そうそうそう、それは言っちゃうくないですか、うん、でも意見言えないでしょ、知らないから。その過去のことに関してはあのだから教えてあげて、だからあれなんじゃない、うん、だから俺は分かんないよ、はい、その子さんのファンの人は、うん、教えてあげてるのに謙虚さないよねみたいな感じになってる。あ、だその新参ファンは謙虚さを持たないといけない。知らないことに油断してはあ、そうなんですか、あ、勉強不足でしたっていう謙虚な視線を持たないといけない。だから子さんファンはうわにわかだなって言わないで、うん、あ、そこ知らないのに見てなかったのね、こうだよっていうことにしないといけないですよね。勉強不足でもあれだな、地方とかの移住とかと一緒やなみたいな、ずっとその土地で住んでる人と引っ越してきた人みたいな。はい、でも私はここ10年ですけど、うん、まだ今2年ぐらいしか見始めてませんっていう、うん、でも2年ぐらい前からだけどすごい好きですって人いたら、え、にわかだねとは言わないですよ。だから多分話のだからそういう、うん、多分にわかだねっていうのは、はい、こう何かの話が混じり合わなくなった時とか、ああ、あとにわかのくせに何ずっとファンでしたみたいなあの発言してんだよみたいな、うん、じゃないの、わかんないけどね。あ、そういう使い方しますよね、うんうん、なんかだからカープ女子とかの時によく出たなって思いあって。あ、そうですか、うん、その言う、私らはずっと弱い時から応援してやっと強くなったのに、うん、何強くなってから来てんだよって、うん、だから多分強くなってから来てんだよっていうのが、うん、はい、子さんからしたら許せないんですかね。私たちは弱い時から知ってんのよみたいな、はい、ポイントだったりするんじゃないよ。するんですかね、わかんないけどいや、ファン同士仲良くやりましょうよ